て本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの。キスやった人だけで終わらせたりせずに、ちゃんと好きだという言葉でくれるの。怒鳴り合いは愚か、口喧嘩もなくて、むしろ怒るとこがどこにもないの。だからもう会えないや、ごめんね。だからもう会えないや、ごめんね。あなたも早く待ってね。別の時みたいにすっぴんだって笑っていられる私ではなくて、一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしてるの。別の人の彼女になったよ。大きな声で愚痴を言うような私ではなくて、それをすると少しだけしか